投資の可能性をすべての人に僕もです。今日は5万円以下で買える高財務な後輩と株参戦というテーマで動画を投稿してきます。今日の動画ですね、今トルコからお届けしておりまして、外で撮ってるせいで若干ザワザワするかもしれないんですけども、まあ、なるべく聞き取りやすいように、心がけて話していきます。私のチャンネルをですね、見ている視聴者の方の中にはまだですね、株をやり始めで資金もですね、そんなにね使えないという方も、まあ、いらっしゃると思います。なので、そういった方でも一銘柄5万円以下で投資できるのは非常に魅力的かなと思いますし、まあ、資金量に関係なく株価の単価が安いと分散して買ったり利益確定をしたり縦玉操作がですね細かくできますので、まあ、その点でも有利です。まあ、今はですね、単元未満株といって普通のその100株ではなく1株からですね、額面通り株をね買えますので、まあ、例えば株価数万円するような銘柄でも、まあ、実質5万円以下で買えるんですが、まあ、ただね、それだけでは面白くありませんので、今日は普通にですね、100株単元で買っても5万円以下で、それでいてですね、配当利回りも高く財務的にも悪くない銘柄、そちらをですね、紹介していきたいと思います。ちなみにですね、財務的に悪くないというのは有利子負債比率が低くて、まあ、無借金にね近いと、まあ、そんなね、銘柄となります。まあ、その点でもある程度ね、配当の継続性がありそうなものをですね、ピックアップしています。まあ、ただですね、まあ、日経平均が高値を更新している、この後に及んでも、まあ、配当利回りが高い、まあ、売られてきた銘柄も多いので、動画で上がったからといって、思考停止で買うのはやめてくださいね。普通に売買代金とか、時価総額、流動性はガン無視していきます。まあ、あくまで銘柄選択の幅を広げるための参考にしてもらいますと幸いです。ぜひ、最後までご覧ください。チャンネルでは初心者にもですね、おすすめな長期での高配当増配株投資について動画で取り上げています。チャンネルの公式 LINE がありまして、こちらにですね、友達登録いただきますと、株式マーケットの暴落時のみ、有料株をですね、安い時に買って、あとは配当利回り高く、まあ、値上がりによってキャピタルゲインも伸ばしていく、まあ、そんな投資法について、講義動画はですね、無料でプレゼントしています。特にですね、売買をね、繰り返す必要もありませんし、まあ、言ってしまえば持っているだけなので、時間帯効率もいいです。投資を始めたばっかりの方や、仕事をしながら、兼業でですね、株をやりたいという方にもおすすめなので、動画がいいなと思ったら、LINE の方もですね、ぜひ友達登録をよろしくお願いします。それでは、本題入っていきます。5万以下で買える後輩と株、その1が、4714の理想教育です。理想教育は全国で売れる社員の進学塾グループで、首都圏を中心に1対1の個別指導や家庭教師に力を入れています。まあ、個別指導塾ではトップですね。小学生から高校生を対象にした1対1の直営型スクールのトーマス。プロの派遣による家庭教師サービスである名門会。幼児教育の進学会に、情報教育の専門塾のプラス1教育など、まあ、幼少期から高校卒業までカバーして、まあ、多角的な展開が強みです。まあ、特にですね、カリキュラムに強みがあることはもちろんですけども、まあ、社員に対しても、まあ、強いですね、成果主義をですね、導入してますんで、まあ、非常にですね、指導の質も高く、まあ、子供の数がですね、半分になるなど、少子化がですね、進んでいる現代においても、業績をですね、伸ばし続けています。まあ、学習塾なんて、まあ、この少子化の時代においては完全に向かい風の産業ですし、投資としてのですね、魅力はどうなのかというところなんですけども、一方で、一人当たりのですね、教育費はですね、年々高騰していまして、中学受験もですね、盛んです。なのでですね、大人数を動員する一斉指導型の学習塾だと確かに厳しいかもしれませんが、1対1のですね、そこ生徒に合わせて、まあ、質の高いですね、サービスを提供する。そういった形であれば、高単価で、業績としても伸ばしやすいです。意外とね、穴場な投資対象かもしれません。株価指標としては、PER が 21.9 倍、PBR 4.87 倍、配当利回りは 3.42% で、配当の推移はですね、この通りとなっています。まあ、対面型のですね、サービスが多いせいか、どうしてもですね、コロナの影響で減配もしたりもしたんですけども、まあこの通り年々増配傾向ではありまして、ただですね、今期は減配となっております。配当成功もですね、100% 超えと高いんですよね。まあただこれに関してはですね、会社の株主還元方針として、配当成功 100% 近くを目指すというところをね、挙げていますので、まあそれが適切なのかは置いておいて、まあ一応予定通りと、まあ、認識しておいても問題ないのかなと思います。2月がですね、決算月になるんですが、直近の23年2月期ですと、売上は増えたんですが、一方で利益は減益。まあ、特にその要因としては、コロナからの回復によって販売単価は上がった一方、まあ、優秀な人材確保のための、まあ、人件費の増加や広告宣伝費の増加、まあ、さらにですね、世界的なエネルギー需要の高まりによって支援価格が高騰し、光熱費をはじめとしたですね、まあ、諸物価の高騰など、まあ、コストの増加によって、まあ、利益が減少したと、そういった背景となっています。まあ、採用のためのですね、コスト高なのであれば、多少許容してもね、いいかなと思うんですけども、一方でですね、業績の鍵を握る生徒数で見ると、昨年からですね、マイナス 1.1% と微減。生徒数がですね、減ってる点は気になります。まあ、今後ですね、数十年単位で、どうしてもですね、この傾向は続いていくと思いますので、まあ、指導の質を上げて、まあ、進学実績だと、まあ、実績を上げていくということ。あとはですね、このように、まあ、商業施設や不動産会社と提携して、まあ、新規事業を展開していくなど、
次のね、投資もね、欠かせない状況なのかなと思います。あまりですね、いい要素は見当たらないように思うんですが、ただ従業員数としてはこの通り増えていまして、会社の展望としては明るい見通しなのかもしれません。またですね、財務の健全性を示す自己消費率は 50.7%、短期的な安全性を示す流動化率は 180%、有利社債はゼロですので、まあ、無借金経営といって差し支えなく、財務的には非常に優秀です。これがですね、まあ、新しいですね、後者などに新規投資をしたり、まあ、長期的なですね、事業展開をする強みにもなります。チャートとしてはですね、まあ、近年の利益の減少もあり、右肩下がりでして、長期で見るとこのような形。まあ、微妙にこう上昇してると言ってもいいかもしれないんですけども、まあ、ただですね、配当もね、そこまで安定しませんので、株価の動きをレンジと見て、まあ、下のですね、例えば200円台中盤で拾って、上の500円近くで売るとか、まあ、そういったですね、短周期のトレードのようなですね、つもりで売買しても悪くないかもしれません。まあ、下で買って上で売るって言っても2倍ぐらいは普通に値は取れますからね。株価もですね、292円と買いやすく。ただその分ですね、時価総額が456億円と小さいです。1日あたりの売買代金も3億円から多くて15億円程度。流動性はね、高いとは言えません。その点はね、注意しなくてはいけないんですけども、まあ先ほどですね、見た通り、まあレンジのですね、下限にね、来てるような感じもしますし、あとはですね、商品単価がもともと高いので、少子化の中でも業績を伸ばしやすい、まあそういったね、会社の一つでもあるかなと思います。高い配当にこだわりすぎず、業績の内容を見ながら取り組んでいきましょう。5万以下で買える高配当株、その2が7908のキモトです。キモトはですね、機能性フィルムのメーカーでして、タッチスクリーンや印刷用、ガラスなどにですね、使われる液晶関連機能性フィルムのですね、製造、販売を行っています。主力商品は工程用粘着、プルムフォトマスク保護フィルム、スマートフォン、タブレット、PC 向けの薄膜ハードコートフィルム。これはね、業界最大手です。その他にもですね、デジタル関連の加工製品もですね、複数販売しています。まあ、ただですね、業績としましては、まあ、近年ずっと右肩下がりでして、今期に関してはですね、売り上げは増加して、昨年赤字だったところから、まあ、黒字転換の見込みでいます。ただですね、113億の売り上げに対して、利益率はですね、結構低いですね。最大手のですね、商品をね、持っているとはいえ、こういったフィルム系はですね、まあ、海外メーカーとのですね、競争も激しく、まあ、製品がコモディティ化すると、どうしてもですね、価格競争に巻き込まれがちです。まあ、株価チャート見てね、この通りね、結構下げてきていまして、日足の動きを見てもですね、この通りほとんど動きがないというか、売買代金もですね、今年一番多かったのがですね、1月末の2億5100万円と、まあ、相当に小さい、そもそも参加者がね、いない銘柄となります。これはキモト個別の話じゃないんですけども、これだけですね、売買代金が少ないと、まあ、少数のですね、投資家の極端な買いや売りによって、株価が乱高下しやすかったり、あまり少数さんの中にはいらっしゃらないかと思いますけども、まあ、大量に買ったはいいものの、買う人がそもそもいなくて、売るに売れないってことも起こったりします。なので会社の状況とは別に、こういった売買状態の銘柄は注意が必要ですね。プラス材料としては、配当をですね、継続的に出していて 3.19%。まあ、配当成功は 100% を超えてしまってはいるんですが、まあ、それなりに勝算があってのことでしょう。PBR は 0.49 倍で、今話題の1倍割れ、割安に放置されています。それでいてですね、有利子負債はゼロ、無借金で、自己消費率も 82% と高いです。事業をですね、これからですね、挽回していく、体力は十分にあるということですね。まあ、ただですね、一要素ではあるんですが、前年ですね、大きく赤字だったところから黒字転換する予想ですので、こういったですね、業績のですね、マイナスから黒字へ転換するときというのは、まあ、株価のプラス材料として見られることが少なくありません。前年のですね、大きな損失要因としましても、まあ、関係会社におけるですね、評価損が特別損失として5億7400万円計上されていましたので、まあ、これがなくなれば、当然ですね、利益としても上向きます。なのでですね、今後に期待したいところですね、ただですね、ダメ出しをするわけじゃないんですけども、最新のですね、5月18日の決算資料を見ると、まあ、利益のですね、減少要因や、まあ、これからのですね、改善において、トピックはわかるんですけども、若干ですね、それを実現するためのプロセスにですね、具体性が資料からですね、見えづらく、まあ、今後についてはやはり模索中なのかなと思われるのと、まあ、そういった不透明性からどうしてもね、買いが入りづらいのかなと、個人的には思いました。アウトプット4倍ってなんかそう、勢いは良さそうですね。まあ、なのでですね、まあ、決算短信等で、まあ、継続的にですね、会社の状況を、ね、追っていく必要はあるかなと思いますし、先ほど見たようにですね、売買代金は今のところ、まあ、小さい銘柄ですので、流動性に対する注意は必要です。まあ、ただ、こういったところからですね、大化けする銘柄が、ね、出てくることもありますので、まあ、参考材料としてウォッチしてみましょう。5万以下で買える高配当株、その3が6093のエスクローエージェントジャパンです。エスクローエージェントジャパンは不動産金融の業務支援サービス会社で複数の関係者が存在し、やり取りも煩雑な不動産取引を一元化するための業務支援、マッチングサービス。まあそういった事業を展開しています。特に個人がですね、不動産を契約する場合、金融機関に行って審査を受けて融資して、
で不動産を検討して物件の契約書を結んで、まあ、諸々手数料を払って、まあ、様々なですね、工数がね、発生するんですけども、このエスクローエージェントジャパンが金融機関と、あとは不動産のですね、専門家の間に入ってマネジメントすることで、契約の取り次ぎや決済、諸々の手続きのですね、コスト削減と、顧客に関して言えば、まあ、安全性を提供しています。まあ、特にですね、今人手不足と言われているですね、状況ですので、不動産等の事務手続きの簡素化は、まあ、人件費の削減やスピード感の面からも、まあ、貢献性の高いサービスです。まあ、ただテーマとして、まあ、DX や AI 関連銘柄と競合してしまうこともあるかもしれません。会社のチャットとしましてはこんな感じ。株価141円で、配当利回りは 2.84%。時価総額がですね、小さくて 64.8 億円です。決算もですね、直近4月7日に控えています。先ほどのですね、木本と同様、売買代金が小さく、年初来から見ても、1日1億円をね、超えた日がありません。なので、流動性に対する注意は必要ですね。長期チャートで見ても、この通り、コロナショックの後ですね、7ヶ月で約ね、4倍になったんですけども、さらにね、そこからね、下がってきております。まあ、ただですね、業績としましては、この通り増収増益できていまして、修正一株益で見ても 3.4 倍と、まあ、前年がね、低かったのもあるんですけども、まあ、いい感じにね、推移しております。まあ、先ほどのね、チャート見てね、思ったんですけど、化けるときは結構化けますよね。まあ、ただですね、収益性で見ると、営業利益率が、前年は 5.6%、今期も 8.3% と、あまり高くないというところと、自己消費率ですね、まあ、約 80% あって素晴らしいんですが、一方でそれに対するですね、ROE は前年が 2.27%、今期も 7.75% の予想と、まあ、資本をですね、有効に活用しきれていない。まあ、そういった点が、やはり投資家からね、評価されづらい要因なのかなと思います。配当としてはですね、まあ、一番安定性がありまして、まあ、前年よりも少なくとも減らさない、同等水準の配当を出しながら、前期はですね、配当成功 228% だったんですけども、今期のですね、業績予想を見るに、おそらく配当成功は 70% 前後。まあ、現実的に配当を、ね、出せる水準だと思います。有利子負債比率もね、0.1% と、まあ、ほぼ無借金なので、今回のテーマ通り財務的にも有料、従業員数も増やして、まあ、設備投資にですね、積極的なのもいいところですね。ただその分の減価償却費が重なってきていますので、まあ、そこがですね、業績の足を引っ張らないように、まあ、売上増加と利益の効率化がね、必要かなと思います。長期チャートを見るとですね、高騰しだしたのが2016年から17年の途中にかけて、まあ、2020年もコロナショックの後、7ヶ月でね、4倍近く上がったことがありました。共通点を見るに、不動産に関わっているということもありまして、2016年のマイナス金利など、金融政策が低金利に傾いたり、まあ、強くですね、金融緩和が推し進められている。まあ、そんな状況にですね、強い中だと、まあ、推察しています。まあ、2020年をピークに、まあ、今まで下げ続けてきたということは、ちょうどですね、まあ、テーパリング、利上げ局面とね、重なりますので、なんとなく整合性があります。収益性はね、今のところ高くないですし、馴染みも持ちづらい会社かなと思いますけども、一方で業績もね、伸ばし続けていますし、まあ、先々を見てですね、監視銘柄にリストアップしておいてもいいかもしれません。まあ、注意しながらという形になりますけども、まあ、しばらくで、ね、こういった停滞している銘柄が何かのきっかけで大きく吹くっていうことは、まあ、時価総額が小さいといえば小さいほどあり得ます。まあ、ただすごい大事なのは、その会社自体に業績を伸ばすポテンシャルがあって、まあ、それを見極めて、かつですね、注目されてない時に仕込んでおいて、あとは一定時間ですね、待つということが必要です。売買をですね、何回繰り返すよりも、結果的にですね、利益として残りやすいです。まあ、その方がですね、個人的には最優性があると思うんですよね。でそういったですね、長期の有料株を暴落時などに安く仕込んで、そしてですね、資産を伸ばしていく投資法について、チャンネルの公式 LINE の方で無料で講義動画をプレゼントしています。まだまだですね、自分の投資スタイルが固まっていないという方、今回のですね、日経平均の上昇を見て、次こそはですね、取り逃したくないと、昨年のような暴落期にしっかりと買えるようになりたいと、そんな思いがある方、ヒントになる話がね、たくさんありますので、ぜひですね、概要欄のリンクの方から LINE の友達申請をよろしくお願いします。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。今月の15日でですね、まあ、新婚旅行に行って1ヶ月ほどになるんですけども、まあ、こんな感じでですね、撮影しながらも、まあ、たくさんですね、動画見ていただいてありがとうございます。引き続きですね、相場状況に合わせて動画を投稿したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。